安城市にある岡田エンタープライズさん。そして、はい、あ、これソアラだ。うん、あ、これ肩でわかる、うん、ね、ロングノーズ、お、ロールボール入ってるね。ね、ね、これ何の方なんだろう。これもまだ途中なんですね。あ、途中です ね、 ね。あ、お、サリナちゃんの好きな、何ですか、シフトノブが、あ、キラキラしかもお花入ってますね。お花です、お花、お花です水中かね。あ、これね、当時のメーターは一緒ですね。これ上がっていくメーターね、タコ、あの、タコメーターが。でデジタルメーターなんですよ ね、 そうですね。これ喋るやつ、喋らない、これ喋らない、喋らないです。あ、喋らない。あ、喋るやつはやっぱりリミテッドとかグレードのいいやつかな。そうそうそう、そうだよね、ね。でもこの辺の感じは一緒だよね。メーター周りは一緒ですね。ね、57年8年8年。あ、こういうのお店屋さんでやってもらったの、ノーグノーズか。いや、あの、自分で先輩に教えてもらいながら。 あ、もう自分で。ある程度先輩がやってくれてますけど。あ、でも手伝いながら、はい、すごい。そしてこちらですね。あ、これね、これケンメリでしょ。ケンメリ、ケンメリ、うん、あ、もう多分この人俺たち世代だろうな。ーマーシャルのヘッドライト入って、うんうん、オーナーさん、はい、なるほど、それっぽい人が、ね、それっぽい人が。あ、でもエンジンもだいぶやったらよね、さっき音聞いたけど。そうですね、一発用 3.1？ いや、二発のまんまで、まんまで、はい、ハイカム、はい、やろ、あ、ポート研磨、バランス取り、はい、詳しい。エンジンかけてください。あ、はい、ね、自慢の、うん、自慢の。いやいやいや、もう、あの、来た時からもエンジン音が違ったもん、うん、やってきてよかったなと思った瞬間。中3の時中1だから。そうそうそう。気持ちは分かる、気持ちは分かる。嬉しい。これ。そう、これなんか卵、なんか卵みたいな。本当だ。これなんて、なんて車だっけ。これたまに見えるけどね。二人乗りの車だね、これ。たまに見る？いやいや、走ってるよ。うん。何か全く分からんですね。いや、見たことあるよね、これ車ね。本当？ここが開くんだ。は、うん、ね、ガラスがね。名前分からず。残念ながら。え？鈴木のツイン。鈴木のツイン。そうです。これは K、K でね。T 初のハイブリッドの車なんですよ、はい、のガソリンです。ということはハイブリッドなんで、プリウスと一緒ぐらいの年代に出たハイブリッドの。ということは燃費がいい、うん、これはガソリンですけど、うん、これなんだか手作りっぽいけど自分でやったんですか。あ、違います。あ、元々からなってたもんで。え、買った時からこのままで、うん、それであとちょっといじくっただけで。なるほど。もう一回名前ですか。鈴木のツイン。ツイン。ツイン。初耳です、ね。初耳です、ね。車業界長くやってますけど、この車見たことあるよ。あるけど、この車がツインだってことは、ね、そうですか。そうです。豊橋から。そうです。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけでね、いろいろこう見てきましたけども、はいはいはい、なんか。この車が良かったみたいなのはありますか。あの、今日紹介した中でさ、どれかなんかすごいインパクトに残ったってのあります。何でもいいですよ。逆にあのツインが気になります。ツインか、ツインね。そうだね、初耳の。でもツイン乗ってそうだもんな、似合いそう。そう、いい感じ。はなちゃんは、あの赤色の車が、あ、プレジか、かっこいいなって思いました。やっぱりな、ヤンキー志向だな。まあ、俺もどれも良かったんですけど、うん、ま、あのコロナマーク2がちょっと分からなかったんで、ちょっと勉強不足でした ね、うん、そうですね、僕はね、はい、そうそう、はい、うん、店長は、店長なんかあります？僕、うん、もうみんな、みんな、みんな、みんなありがとう。当たり障りなく。さっきから気になるんだけど、向こう側に書いてあったんですけど、52壊してくださいって書いてあるんだけど、いいのかな、これで豚たいて。うわ、本当に。
これボコボコだったら怒るだろうな。いくら筆塗りとはいえな。本当に筆塗りだぞこれ見て。本当だ。で、ね、ちょっと垂れてるって。これはいいね。いい。はい、はいということでね、はい、いろいろ車見てきましたけども、この後もまだ続きます。はい。